阿佐ヶ谷七夕祭りは、七夕にちなんで、東京都杉並区阿佐ヶ谷で毎年行われる祭りである。7月7日の月遅れである洋歴8月7日を中日として5日間開催される。主催者は阿佐ヶ谷商店街組合。開催場所はアーケード型商店街である阿佐ヶ谷パールセンターだが、期間中は JR 阿佐ヶ谷駅をはじめ、 街全体が七夕をモチーフにした装飾で彩られる。期間中はアーケードの入り口に巨大なクス玉飾りが設置される。また、アーケード内には吹き流しや提灯に加え、各商店の手作りである人気キャラクターや世相を反映した巨大なハリボテが飾られ、名物となっている。例年なら8月5日から9日の日程で開催されるが、8月7日を日程に入れる。 関係上、年度によっては、本来の日程内に土曜日ないし日曜日も含まれない場合、土曜、日曜の集客も考慮して8月3日もしくは4日から8月10日及び11日までの日程での開催となる場合もある。第1回は、阿佐ヶ谷地区への集客を目的として1954年に開催された。地元の商店主らが全国各地の夏祭りを視察。 研究した結果、七夕祭りの実施を決定した。会場であるパールセンターには当初アーケードがなかった。しかし、雨を防げないと、飾り付けの和紙の染色が雨で落ち来客の服を汚す恐れがあったため、アーケードの設置が決定された。アーケードは1962年に完成した。阿佐ヶ谷駅の発車メロディーは、この祭りにちなんで七夕様である。 ありがとうございます。